ボートレース学問のすすめ。前回までのダイジェスト。一番勝ちにくい決め手ってやっぱまくりなんですよ。今村さんのその現役時代のまくり、はい、箱まくりっていう言葉がね、はい、思い切ってこう行くっていうのは見てて気持ちいいですね。これここで聞けるの嬉しい。6コースからのまくりが一番気持ちいいっておっしゃったですか。だから全選手の中で多分阿波選手が一番気持ちいい思いしてる。それでは後半戦スタート。まずは前回ご覧いただきましたコース別のまくり回数トップ10ご覧いただきたいと思います。2コースはベテランが強かったりとか、はい、藤山選手はさすがだなとかね、菅選手阿波選手の話も教授にも詳しくお伺いしましたが、今回はですね現役レーサーのインタビューをたっぷりとお送りしていきたいと思っております。やっぱりこのまくりレーサーの心の内っていうのをちょっと知りたくないですか。知りたいですね、うん、いや教授の前回のお話とかも、はい、やっぱ聞いてるとファンとして、やっぱすごい嬉しいんですよね、その内側を気持ちまで喋ってくださるっていうのは、はい、だからなんか面白いですね、今回現役レーサーの方々の話が聞けるっていうのは、はい、最初は2コースまくり回数2位の田道実選手。そうですね、もう枠悪い時の前付け行って 2,3 コースからのまくるのが好きです。メリットはね、まくる姿を見せれば前付け行って誰かが入れてくれる、はい、そのまくって勝ったレースを見てる人があの人の家に入りたくないなと思ったら譲ってくれる。だからまあそれもあるから、その入れてくれた人のためにまくりたいなっていうのもあるんですよね、はい、だから刺されるのはもう全然気にならないです。レースを作れるのがやっぱ大事かなと思って。続いて5コースまくり回数1位の菅文也選手。まくりが得意です。6号店の時はコース1つでも打ちっていう風なレースやってる時もあって、で、まあ、その時に師匠の近藤俊也さんがちょっとこういうのはあるぞっていうので、その伸びるプロペラとかのアドバイスをしてくれて、でそれやりだしてからあこっちの方がいいって思って楽しいって思い出してやるようにしました。まくりに行くメリットはまずまくって勝つとこうお客さんがすごい喜んでくれたりとか、まあこういうレースまたしてくれっていう風にこう期待してくれるのがすごいまくりの魅力かな。なんか野球で言うたらホームランみたいな、はい、同じ一着なんですけど、なんか花があるような気がしますね。3人目は SGG1 限定のまくり回数2位の茅原優希選手。好きな決まり手はやっぱりないっすけど、まあでもまくるっていうのはいや、まあ、シンプルなんで、その戦法的にシンプルだから一番簡単で、まあ、難しくないんで、まあ、内でも外でも、内というかまあ2コースから外だったらやっぱまくりたいなと思ってますね、はい、まくりのメリットはさっきの言ったらシンプルに、まあ、豪快に勝てる、あとやっぱファンが喜びやすい。はい、インタビューご覧いただきました。どうでした？教授に聞きたいのが、うん、ギリギリの時にまくってるレースもあるわけですよ、はい、あれやっぱ怖くないんですか？張られるかも。いや、だからそこは十分分かってるわけですね。ひょっとして来られるかなって分かってるけど、まあ私も現役で長年走ってきて、はい、まくり打っていって、で今こうやめてこういった仕事をいただいて見てると、はい、やっぱり思い切りの良さを彼らはやっぱり持ってますよね。で、あ、逆にあなんで行かないのっていうレース結構見るんですよ。はあ、なんでそこまくり差しって、確かにまくり差し展開のレースもあるんですけど、はい、いや負けてもいいから行けよっていうのすごくあるんですよ。でも先ほどの彼らは行くんですね、そのリスクを背負ってでも行くんです、はい、だから強いんです。なるほど。私あの田道選手のインタビューで、あの動いて入れさせてくれた人のためにも行きたいっていうのが、いや俺ね、はい、
私その前付けは行ってないんですけど、例えばコース枠なり入ったとします、はい、4コース入ったとします、はい、外に5、6コースの選手がいるわけですね、はい、内側は俺が掃除するぞっていう感覚なんですよ。やっぱ教授のおっしゃってることって、はい、俺がちゃんとレース作るから外も働けよという、はい、そうですね、その考え方素敵だわ。だから太郎選手のインタビューを聞いてて、はい、まあ確かに太郎選手の場合はコース取るんで、はい、あのそれをやればコースも取らせてくれるって先ほど言ってましたけど、はいはい、まあ、私はその時あの現役の時そういうことを考えてなくて、俺に任しとけっていう感覚なわけですよね。今村さん、太郎選手にコース取られたことって、いや、あんまりないとは思うんですけれども。ですよね、はいはい、入られた時の心理ってどうなんですか、取られた時って。取られた時ですか、はい、逆に自分が1号艇で、うん、インコース取られたり、取られたらですか、うんうん、もう絶対まくってやると思います。けじめはつけると思います。あ、なるほど。結構まくりって豪快じゃないですか、はい、もう行くぞっていうめっちゃ強い気持ちがないとダメだと思うんですけど、それって私生活の性格でも似てたりするんですか。まくりが好きな人は結構豪快とか思い切りがいいみたいな。そこら辺は人それぞれだとは思うんですけれども、やっぱりこう今番組の中で出てくるような人ってっていうのは、頭の中はですね、基本まくりなんですね。へえ、もうみんな。だからこう刺していって着順取ろうとか、うん、まくり刺していって無難なとこを取ろうっていう感覚ではないと思うんですよね。だ、今までのランキングはまくりに特化したデータだったじゃないですか。そうでしたね、テーマが、はい、でまくりとまくり刺し比べるとどうなんですか。これね、比較できるように作ってるんですよ、こちらでございます。これ見てくださいよ、これね、驚きなんですけど、ほとんど被ってないんですよ。本当だ。まくりはね、藤山選手、菅選手、高田選手というところね、上位なんですけど、トップ20で山崎群選手だけですからね。本当ですよね。どちらにも名前があるのが、まあ、ね、だからその辺の選手がですね、はい、これまくり刺し少ないというのはもう、ええ、頭の中まくりしかないんですよ。だから、そうなんですね、はい、まくり刺してやろうっていう気持ちがないんですよね。もう豪快にいってやるっていう、うん、で今まくりの選手のね、話中心に出てきましたけど、まくりの美学っていう話をね、ちょっとねしていこうと思うんですけど、大家さん、アイドルの美学って何ですか。アイドルの美学、やっぱりファンの方の笑顔を、まあ、引き出すと言ったらちょっとおこがましいですけれども、日常にこう私たちが存在することで日常に彩りがこう出るって言ってくださる方がまあ多いの で、はい、そうです。やっぱりちょっとまくりに通じる部分ありますね。通じました。確かに接点ありますね。ありますか。あるんですね。確かに大丈夫ですか、はい、そのまくりの美学についてですね、何名かの選手に質問しております。ご覧ください。もうまくり、僕からまくり取ったら何も残らないんで、自信を持っていくことなんですかね、まあ、自分の足に基本的に一番出てるって思うことが大事なんかなと思ってます。レースをするにあたって、まあ、冷静さと情熱の間ぐらいで走ってるんですけど、結構私はどっちかっていうとまくりってなると情熱の方が勝ってしまうので、はい、すごい自分の気持ちのこもったレースができてるかなと思います。そうですね、スタイル的には僕は多分まくり屋ではないんですけど、その、まあ、どちらかというとバランス型だと思うんですけど、でもその中で僕の理想というか美学的にはまくり強、まくり感をちょっとまくりのニュアンス強めのバランス型にしたいっていうのは僕の理想かなと思ってるますね。だから基本的にはまくりが中心で、そこからの刺しであったりまくり刺しであったりっていうのがベストかなと思ってます。なるべくボートを当てずにまくりたいっていうのがあって、やっぱりそれが一番誰も怪我もしないし安全に美しくまくれると思うんで、まあ、そのためにも、まあ、伸びをしっかりつけて誰も抵抗できないぐらいのまくりをしたいっていうのが、まあ、あれですね、美学ですね。本当危ないレースはしたくないんで、うん、やっぱもう
ボートの醍醐味はまくりと思ってるので、なんかレースを作る、うん、攻めるレースがやっぱりまくりなので、それはその年取っても続けれる限りは続けたいなっていうのはあります。はい、ということでマクリアレーサーの美学についてご覧いただきましたが、いかがでしたか。いや素晴らしいですよね、はい、いや冷静と情熱の間っていいですね。マクリは冷静と情熱の間の気持ちで、ちょっと情熱するのやっぱ、ちょっとアイドルと通ずるものがありましたねやっぱでもあんな言葉がすらって、ね、すぐ出てくるのはすごいですよね。普段からやっぱそう思ってやられてるんですよね、あ、そうでしょうね。普段から思ってないとやっぱ出ないですよ ね、 ね、 すよね、いきなり聞かれて、冷静と情熱の間っていうのは教授から聞いてどうですか、そんな感じなんですか。彼女の場合情熱なんですよ。冷静っていうのはあくまで競技している以上、冷静さって100人が100人とも必要な部分なんですよ、はい、でもその確かにその冷静でないといけない部分ってすごくある、まあ、それはやっぱり展開の読みであったり、その道中の走り方っていうのは特に冷静さ必要なんですけど、こと1コーナーに関してはもう情熱一本でもうやってると思うんですよね、はい、だからまあ彼女はね間って言ったけど、その彼女の間は多分3周を回る中 の、 あの結果が間なんですよね。ただまくりっていうのは1周1コーナーじゃないですか基本的には、はい、もうそこんとかもう情熱だけで走ってると思います。あ、やっぱりまくりっていうのはこう攻めるっていうイメージがあるじゃないですか、はい、やっぱり攻めないと前走れないですよ、はい、あ、守りじゃダメですよね。守りじゃ前に立てないですよ、はい、やっぱり攻めていくからこそ結果がその、はい、ね、ついてくるだけであって、はい、守ってれば結果はそんなについてこないと思うんですよね。ということで最後のインタビューでね、またそのまくりやさんの心情まで美学まで聞けましたんで、いろいろ分かったと思うんですけれども、地蔵さんここまで、はい、まあ、インタビューとかねデータご覧いただきましたがどうでした。いや勉強になりました、ね、はい、それでいて、まあ、心の中をちゃんとこうインタビューで聞いてくださる、はい、それをまた教授に裏付けをしてもらえるっていう、こんな素敵な番組があるっていうのが、はい、いや学問の進めは続くんじゃないかと心の底から思ってます。ありがとうございます。ボエ、はい、さんはどうでした。いやでも本当にそうですね、このボートレース学問の進め、はい、なんか私はまだボートレースをこう覚えたてで、これからこう覚えていこうっていうところの人でも分かりやすく表に表してくれて、はい、最初からまくりとはどういうものかというとこから教えてくれて、はい、このモニターに出たの全部テキストで欲しいですもんね私、うん、ということで話は尽きないんですけれども、今村教授最後に今回の今村教授の学びの一言お願いしたいと思います、はい、まくりこそボートレースの醍醐味。あのやっぱまくりっていうのはですね、ボートレースにおいて一番難しい決まり手と私は思ってるんですね、うん、でもその中でやっぱり勝った時の喜びっていうのはすごくありますし、はい、あのレースを作っていくっていう意味でもやっぱりレース展開的にはやっぱりまくり、あの私からしたらその思い切ってまくっていった選手をすごく褒めてあげたい部分があるんですね、うん、ですからねファンの方もそのまくっていって失敗して飛んで船券の対象にならなくても、やっぱりそういった思い切ったまくりを打ってくれる選手を、あの結果はダメでも褒めてやってほしいなっていうのはもう私からの本当に望むところです。ボートレース学問のすすめ、今村教授の学びの一言は、まくりこそボートレースの醍醐味。次回のテーマは、海水、淡水、汽水を乗りこなすレーサーは誰？